史上最悪の破綻劇。一生懸命働き、そして手にしたなけなしの給料。それを元手に築き上げた資産が、ある日突然、引き出せなくなってしまった。考えただけで震えてしまうような事態が今、世界の投資家たちに襲いかかっています。2019年の創業から、瞬く間に、資産総額、数百億ドルに急成長した、世界有数の暗号資産交換業者、FTX の経営破綻が、世界に衝撃を与えています。一説によると、負債総額は7兆円。この経営破綻の余波は、広告等を務めていた、メジャーリーグ、エンジェルスの大谷翔平選手や、テニスの大坂なおみ選手までもが、投資家たちから提訴される事態にまで広がっています。このように世界を震撼させる金融破綻劇。これは、過去、幾度となく、繰り返されています。今回は、そんな金融破綻の中でも、史上最悪とも言われる出来事、チューリップバブル崩壊を紹介します。かつて、オランダで実際に起きた、嘘のような本当の話。チューリップの球根一つに、東京ドーム、4つ分以上の値段がついたという、とんでもないバブルが起こりました。球根を玉ねぎと勘違いして食べた外国の船乗りが、逮捕されたという逸話も残されています。そしてこのバブルは、瞬く間に弾け、多くの人々のなけなしの財産を奪いました。世界初と言われるバブル経済、チューリップバブル。そこから見えてくるのは、行き過ぎた、経済活動の末路、そして、人間の愚かさや、欲深さでした。時は1600年代のオランダ。1568年に始まった、オランダ、独立戦争を経て、1609年に、スペインからの独立を果たしたオランダは、その後、急速に世界に進出し、日本などアジアに、独自の貿易ルートを確立します。教科書にもあった、長崎の出島が、まさに、日本との貿易の窓口です。アジア諸国から、肉料理などに使う香辛料を輸入し、莫大な利益を得たオランダは、繁栄の一途をたどり、富裕層だけではなく、一般労働者も恵まれた生活を送るようになります。しかし、より、いい暮らしがしたい。さらなる高みを望んだ国民がたどり着いたのが、なんと、チューリップだったのです。今も、オランダを代表する、花といえば、チューリップと答える人も多いと思います。しかし当時のオランダにおける、チューリップとは、一体、何だったのでしょうか。16世紀に、植物学のパイオニアとして知られる、カロルス・クルシウス。彼は当時、チューリップの品種改良などを研究していた、人物としても知られます。1592年、クルシウスは、チューリップに関する本を出版します。すると、当時珍しかった色とりどりのチューリップは、瞬く間に人々を魅了、大きな人気を集めることになりました。その結果、クルシウスの庭にあった美しい花が盗まれ、高値で取引されることもあったそうです。そしてチューリップの人気が高まるにつれ、自ら栽培を始める人たちも急増。オランダだけではなく、ドイツやイギリスの資産家の間でも、チューリップを収集していない資産家は、趣味が悪いとまで言われるようになりました。そんなチューリップですが、ある特徴があることを、皆さんはご存知でしょうか？何の変哲もない普通のチューリップが、前触れもなく、突然、色が混じり合い、美しい模様に変化することがあるのです。それはまるで、神様が作り上げた芸術。貴族や、商人などの富裕層は、この現象を、ブレイクと呼び、球根を高値で買い求めたのです。そしてこの現象が、後に、チューリップバブルとして語られるきっかけとなりました。ブレイクしたチューリップは、美しいけれど、非常に弱い性質。次の世代に球根を残すこともできないこともあるそうです。つまり、美しい花が咲いても、そこから爆発的に増えることがない。まさに、その希少性がバブルを生み出す下地となりました。ちなみに19世紀になると、この現象は、アブラムシが運ぶウイルスが原因ということがわかります。しかし当時の人々は、知る由もありません。チューリップの生産者は、それぞれが、独自の方法でチューリップを栽培し、突然変異したチューリップを高値で取引しました。そして当初、富裕層の楽しみだったチューリップが、やがて比較的豊かだった、オランダの一般市民の間にも、
裾野が広がっていきました。この辺りから雲行きが怪しくなります。より多くの人がチューリップの取引に手を出し始め、相場が過熱し始めたのです。珍しいチューリップの球根の値段について、こんな記録も残されています。1個の球根が馬車2台分の小麦とライ麦、太ったオス牛4頭、豚5頭、ビール4タル、バター160キロ、チーズ500キロ、ベッド1台、洋服、そして銀のカップで取引されたというのです。さらに、たった一つの球根が東京ドーム4個分以上の土地と交換されたという記録も残されているそうです。このように過熱するチューリップの相場。価格の上昇は抑えられず、瞬く間に10倍、20倍と値段は高騰し、やがて取引する球根がなくなると、現在、花壇で育てているチューリップの球根を、翌年に売り渡す権利までもが取引されるようになったのです。その結果、ビールを飲み、タバコを吸い、魚や肉の料理を食べ、鳥やウサギの料理を食べ、デザートまで食べる。朝から明け方まで楽しんで、それでも儲かる。まさしく酒場に入り浸って、酒を飲みながら、チューリップの権利を売り買いするだけで、財産はどんどん増えていく。汗をかいて、働くこともなく、大儲けする市民が急増しました。しかし、そんな状況が長続きするわけもありません。それは、何の前触れもなく、突然、チューリップの相場が音を立てるように、暴落を始めたのです。きっかけは、ある町で、チューリップが売れなくなったという噂話でした。この噂を聞きつけた人々は、我先にと売りに回り、瞬く間に、チューリップの価格は暴落。なんとおよそ1ヶ月半で、10分の1に値下がりする品種もあったそうです。パニックに陥ったオランダ国内。後発的に売買に加わった多くの市民は、財産を失ったと言われています。しかし一方、バブル前からチューリップを取引していた商人などは、バブル崩壊前に、十分な利益を得て、手を引いていました。バブルの終わりはいつも庶民が苦境に立たされ、財産を失い、そして絶望の淵に立たされます。その後も、世界でバブルは次々と発生しています。1929年、アメリカで発生したバブル経済。投資で大成功を収めた政治家、ジョセフ・ケネディは、ニューヨークの街角で、一人の靴磨きの少年に出会いました。この少年は、靴を磨きながら、株の取引について、目を輝かせながら、延々語り始めたと言います。しかしその瞬間、ケネディは持ち株を売り払うことを決意したと言われています。ほどなくして起きたのが、ウォール街の大暴落。ニューヨーク株式市場で起きた、株式の大暴落でした。バブルの下中にいるとき、人は、自らに訪れる不幸を想像することなどできません。今、多くの富を手に入れ、幸せだと感じているあなた。この先待っているのは、もしかしたら不幸な未来かもしれません。そんな警告を過去のバブルは私たちに教えてくれます。今回は、史上最悪の破綻劇、チューリップバブルの崩壊を紹介しました。